ておりますその時はあの入れたお尻をしっかり出して走るようなつもりでランディングしてください、はい、いいですか、はい、風がいいですか今のもちゃんと当ててね戻したもんね。
暑いからもう寒い。うん。見失っちゃう。あ、涼しそうだな。寒いですよ。寒い？寒かった。下は暑いよ、ね、下エンジンカットがかかったら先にエンジンきっちり止めてください。じゃないと絡んじゃうのでどうやってもね、直せんのよ。ちょっとこっちだね。ちょっと西っぽくなってきてます。分かってるかな？こっちだよね。ちいさん降りてきます。どうしますか？先行けるかな。先に行ける。ごめん、一人飛ぶのでちょっと待っててもらっていいですか。あそこで見てて。ほら、見てか、ほら。尺が長いんですけど。
なったから蒸し暑いわ。村上さん来るよ。お姉さんから買うと安い。あー、聞きに行ってるね、ちょっとね。手なんだろうね、あれ聞いちゃうよね、開いてくるさ、うん、長飛びやってるから、うん、飛びやってたから。あ、当てんのがあれか、それになっちゃってんだね。開いたよって言ったいや、なんかもうぺったんぺったりだから結構外しちゃう。みんな向こう行かないね。だって向こう行って200上げたら絶対見方がですね。なんか気持ちぐらい悪い揺れするから、みんな行かないもんね、向こう。ちょっと高いけどな。斜めに落ちたから、何に落ちたよ。あ、降りてくるよ。いえいえ、全然仲間じゃありません。私競技やってる人間なのでわかりません。やってるよね、さっきね、2人ぐらいで。へっへっ、嫌いで言っちゃった。まあ、どっちから返事しなくても。だってここずっとさ、この辺りずっとこうやって設定するだけ、ずっと校長さん目の前に立って見てる。気になってしょうがない。引っ張ってる、引っ張ってる。クロス、クロス、見ちゃうね、やっぱりね。ここにカメラを置けばいいです。あの位置につけるのは間違いない。中につけて。Come on.
あの辺でもうおかしいんだけど、あのコースじゃ風弱いから、うん、ランディングを考えるんだったらもうちょっと左に寄ってから、風弱いからね。でターンをしっかりする、いいですか、はい、そこから右にガッとターンして、でそこで今高さが合ってないでしょ、もっと右にしっかりと、そう、その方向で、で前に出たくなかったら肩まで軽く引いてみよう、そう、そのままそのままそのまま、そのまま、はい、全部引いて全部引いて全部引いて、引いてない。ただ難しいよね、自分でもういるものだから使うわけじゃないけど、物の手本になってる。
やりましょう。あの高度が低い方がね、その揺れをはっきり感じるので、あの練習になると思います。時にあまり前に出ないようにね。でちょっと左に入れてから右に旋回、はい、高度を保ちます。はい、右旋回、右旋回ね。右を引いたままですよ。そう、壁の上、壁の上、土手の上ですよ。飛んでる人、下に飛んでる翼にあまり近づかないでください。はい、了解です。その右左揺れるやつ、もうちょっと微調整を考えて止めるようにしてみてください。高度も気をつけてくださいね。触りすぎないようにね。飛ぶときはいつどこでエンジンが止まってもいいつもりで飛んでないとダメですよ。で、高度が今度は逆に今上がってますよね。まさか空中で壊れるとは思わない。はい、無線中継です。行きますよ。あの吹き流し持ってきてくれって。マッキーさん、わざと揺すってるね。
入るんだよ。はい、情報カットにて、カットにて。戻ろうかと思ったけど、朝波に吹きすぎて、リコイル引けない体になっちゃった。ここに引っ張る力かかるなって言うんだよね。弱いよね。横歩きね、金ちゃんバッテリーね。クロスステップ。佐々木さんが、はい、イージー出場、はい、リフトイージーあれ、うん、あ、そうなの、あ、そっか、そうですね、の M サイズ、リフトイージー、リフト、おとなしすぎてあれだよ、クレームとの差がでかいよ。いや、いいですよ、おとなしい方ほんとおとなしいから、こっそり交換しちゃうかな。おとなしいってことはキレも悪いよね。キュンキュンっていう曲がりができる。夏場の太陽だな。運転されるのが何週間ぶりだよね。そうですね。なんかやけに眩しいな。新しいの買っちゃう。パンクのやつだね。
今回やったら見た、あの写真は見た。走るぞこれ、頑張れ、早いぞ、早いよ、もう立派な乗りこなしてんじゃん。スガコンさん貸し切り、佐々木さんバッチリじゃん。ありがとうございます。最後降りるときちょっと早いっしょ。ありがとうございます。旋回あのスピードだもんね。おおあら珍しい。頑張った。珍しい。ストップ。エンジンカット。はい、ランディング開きましたよ。
やんって、これガーって思ったら来てもらえてもあれの方が周り左やったらいいんだけど、引いてる引いてる。
な時はこんなに近いのか。これがやだ。だから真ん中。俺ああやってさ回転ターンするとさ体がこう前行ってさ後ろにストーンと落ちそうな感覚になっちゃうんだよね。どっちでもちょっと後で見てもらおう。ローリングとのニュークリオンじゃさ、
もうええわ、話しちゃっていいですよ。下がればいい。ブレーク引くと落ちちゃいますからね。風が弱いときはどんどん下がるしかない。はい。コントロール最低、最低にしないとすぐ落ちますからね。前向ける？膝も使って少し体上下させるとテンションが取れますよ。翼端で見てる。影です、彼は今上みたいですね。結構止まっちゃうね。風があるんだね。止まっちゃうか。
面白い動画になっちゃったやばい仕事で芸人並みにやってくれるよ。近く行ってんじゃないか。かなり高かったよね。もう絶対にアイスクリーム今日。多分はね700は行ってると思うよ。俺が499だったじゃん。499でプラマイ。499でずっと上の方だったから。アイオンフレアの影響だね。そうだね。また高いな。風強いからいいけど。見たのがいいよ。ごめん。テイクオフもランディングも取れんかった。テイクオフはね、カメラ起動するうちに飛んでっちゃった。危なかったから足止まっちゃったから。もう一人しかいなかった。よそのクラブの隊長さんって人はやっぱり前が出てきちゃってからちゃった。見たんじゃないの、幻を。このシーンカットだね。